ちょっと上から見たポンピングパワー1号機。はい、ちょっといきなり前触れもなくまた出てきましたね。あれがいいドローなのかな、ちょっとよくわかんないですね。あ、こっから組み上げてあっちに移してんのか、そんな気がする。これは崩壊してます。これが C6 号星。14号は落下危険。あ、これか、これが C14 号ね。で、 C14 号はいけないんで迂回してください。関係者以外立ち入り禁止。なんかありますね、タンクかな。タンクだけど、ちょっと何のタンクかわからないです。で、左行くと菩提寺山、右ビジターセンター。ビジターセンター戻りますか。あ、これがさっき見れなかった、なんだっけ、 C14 か。なかなかビッグな塔ですけど、このはしごも怖いですね。昔の人は登ってたんですかね。C38。京天気 K2205 線。これは C7。 これ綺麗に残ってますね。これがポンプで、ここから組み上げたのがこのパイプを伝ってこのタンクに行くのかな。おー、なんだ、モーターかな。うん、なかなか綺麗です。
これが K220 上総堀石油井戸。これも比較的綺麗に残ってますね。この滑車を回してこのワイヤーで吊るしてこれを動かすのかな。でここでキーコーキーコー組み上げるんでしょうね。はい。で、午後晴天気。晴天気ありました。ポンピングパワーにつながる1本の引っ張り線をいくつかに分け異なった方向の石油井戸に動力を伝える装置。なるほど。これですか。おー、このワイヤーで ということです。杉人工林。太平洋戦争で荒廃した山林の復興のため植林された人工林。これはまだ見てなかったかな。38号。掘削深度213メートル。午後晴天気、さっき見たやつですね。引っ張り線によって伝えられました。これか。おお、動いてる。マジかおい。石油汲み上げてます。怖いですね、これでもね、挟まっちゃったりするとね。あ、これか。このワイヤーの上に午後晴天気があるんですね。なるほどです。それでこれでワイヤー引っ張ってこれくるくる回すのかな。石油が染み出せろと。
なんかあるな。でかい鉄パイプに、なんかくっついてるけど。なんすかね、これは。もう、あんまり原型をとどめてないのかな。こっちもだいぶ、ちょっと錆びちゃってる。K217。4号経転機っていうのがどっかにあるんですね。そこから動力を持ってきたと。K215。はい、K215。これも4号経転機から引っ張ってきた。どっかここら辺に4号経転機があるんですかね。よいしょ。これで終わりなのかな。観光物産館。下まで降りてきたんで、これで、石油処理施設群は見終わったのかな。はい、それでは。こんにちは。地球の歴史、あ、こっちか。こっちが全部ですね、地球の歴史。地球の誕生。
はい、後藤があるってことで、まあ、ジオスポ好きな私としては見逃せないところなんですけど、この黒いのが石油の層なのかな、それっぽいですよね。これ斜めになってる。